チームベトナムの皆さんです。今日は、ベトナム、中国、そして日本の3カ国の仲間たちで練習を重ね、交流を深めてきたということです。それではチームベトナムの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ改めまして、練習をしてきたのは4チョルです。皆さん、踊れますよね。なのでみんなで、お客様も一緒に踊ってくれるとみんなとっても喜ぶと思うので、よかったら一緒に踊ってください。それでは参りましょう。構え。